事件については近鉄東寺駅。西へ進むと真言宗の総本山で世界遺産の東寺がありますが、この日は東へ進みラーメンを食べに行きます。九条西の洞院を南へすぐの場所、近鉄東寺駅から徒歩6分、ラーメン店満天兄弟。京都において家系ラーメンで有名なお店です。注文したのは家系ラーメンに該当するこってりラーメンとライス。トッピングは満天盛り B、 味玉、チャーシュー、メンマのセットです。また無料の白ネギを乗せてもらいました。家系ラーメンらしい短めの平打ち太麺、風味がよく食感もしっかりとし、コクととろみのある豚骨醤油のスープにも負けない主張の強い麺です。具材の肩ロースのチャーシューは大判でホロホロと崩れる柔らかい仕上がり。ライスと合わせて食べてもとても美味しいです。卓上にある味変アイテムの満点スパイスは豆板醤、山椒、唐辛子、ニンニク、生姜を調合した激変スパイス。投入すれば複雑な風味が癖になりハマってしまいます。家系ラーメンとは横浜にある吉村家を源流としたラーメンおよび一軍のラーメン屋の呼び名です。屋号に〇〇屋とついていたことからその名がつきました。太いストレート麺に豚骨醤油ベースのラーメン、トッピングはほうれん草、チャーシュー、海苔で構成。家系ラーメンの特徴の一つとして麺の硬さ、味の濃さ、油の量を選ぶことができますが、こちらのお店でも可能です。家系ラーメンで有名な満天兄弟ですが、メニューは家系ラーメンの他に8種類が用意されており、豚骨鶏ガラに魚介を合わせた満天ラーメンといった屋号を冠した品や、鶏白湯、担々麺につけ麺など家系とは違ったラーメンもいただけます。味の好みが違う友人がいても、家族であってもみんなが満足できるお店です。